舞子社長です。今日はね、恐怖の真実ということで、独身を貫いた婚活女性の末路とはということをお話しさせていただきます。独身はね、気楽で好きなこともできてすごくいいんですよと思いきや、残念な未来も待ち受けているということを認識しなければなりません。その上で自分はどう選択していくかということをね、考えていただければと思います。今回実際に独身を貫いた女性たちから実際に感じていること、そういう辛いことということをアンケートを取りまして、その中から6つお話をさせていただきました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。まず1つ目は、既婚者と比較して自分が惨めになるということですね。既婚者と比較して自分が惨めになる。で、子供のいる人たちと生活スタイルが違ったりとか、会話が合わなくなったりとかということで、子供のいない人に対してこう子供がいる方っていうのは援助しちゃうんですね。援助してコミュニティに誘わないっていうことがあるんですね。そういったさまざまな理由から集まりに呼ばれなくなってしまうので、孤独感を感じるということです。そしてあと、同級生とかご友人というのは次々と結婚して家庭を持って子供を持つ人も中にはいらっしゃるんですね。なので会話の内容がどうしても、ね、変わってきちゃうんですね。やっぱ生活のフェーズが変わってくるので、なので話がそもそも合わなくなってしまうので、そういうコミュニティにいても楽しくなくなるということです。で、親戚の集まりとかも、甥っ子さんとか姪っ子さんとか、そういう方がどんどん増えていくんですね。で、子供はいいよ、ね、まだな作らないの、そもそもなんで結婚しないのって言われたりとか、逆にこう腫れ物に触るように気を使われたりということで、もうそうでなくともね、こうだんだん自分がもう辛いな、みんなが幸せそうなのになって中で惨めになっていくのにもかかわらず、そこでもう親戚たちの中の集まりっていうところでどんどん惨めになっていってしまうということが起きると。で、一人で勝手にね、こうひがみ根性がどんどん増えてちゃうんですよ、そういうことの繰り返しで。で、それが気づくと、ちょっとしたことで勝手に不愉快になっちゃうんですね。で、それが例えばこう年賀状だったりとか、あと SNS での家族の写真とかっていうこと、些細なことイラッときたりとか、嫌な気持ちになったりとか、例えばこの間 X とかであったんですけども、なんか他の方がこう、今日はね、こう餃子パーティーですみたいな、なんとかがあってすごく嬉しいです、で、旦那なんかすごく喜んでますって言ったら、それ旦那のこと書く必要があるみたいな、ね、こう書き込みしちゃったりとかね、そういうふうに嫌な気持ちになっているのがあります。で、結婚している人が多い中で独身が少なくなっていくんですね、割合として。なので同窓会にも行きにくくなったりとかします。で、その連続で自己肯定感が下がってしまったりとか、卑屈になったりしやすいので、非常にメンタルにも悪いということで、起きるということで、もう本当に自分がこう惨めになっていくというのが一つ目でした。そして二つ目は、社会的信用度が下がるようになるということで、社会的信用度が落ちる。で、まだまだ今の日本というのは、結婚して一人前っていう風潮が残ってて消えてないです。で、女性の社会進出に伴って、役員クラスの登用というのが、ね、女性でもどんどん増えてきてます。で、そういった今、社交の場とか、いろんな、ね、社内のパーティーとか、いろんな場所でパートナー同伴というところがやっぱり増えてるんですね。なので、どうしても独身というのは肩身が狭くて、パートナーが連れていけないので、そういう場に呼ばれないということが増えていったりとか、そういう場があっても行けないとか、あとね、中にはね、何でも屋さんっていうのを雇って、そこから疑似夫婦っていうことで参加する方も中にいらっしゃるぐらいですね。そういうことをやって繕っている方もいるということです。なので、断るごとに何かあると、だから独身はとか、だから独身なんだよねっていうふうに裏で陰口言われちゃったりとかするんですよ。だって陰口を叩かれたりっていうこともあるので、やっぱりね、いろんなところでこう裏でいろいろと言われたりっていうところもあります。で、さらにこう遊んでないのに遊んでると思われるんですね。金遣いが荒いって思われたりとか、やっぱりそう、金遣いが荒いから独身なんだよねとか、こう性格に何があるから独身なんだよねということで、こう何かしらこう独身なのだからこうなんだよねみたいな、やっぱり独身ってそうだよねって言われちゃったりすることが多いということですね。で、まだまだね、こう独身者よりも結婚している方の方が人間的に成熟をしていて安心できるというふうにされているということがやっぱり、ね、多いんですね。なので、結婚している人の方が信頼されやすいんですよ、ビジネスの場でも。で、独身者だとこう時間はあるだろうっていうばかりに上手に会社が使えちゃうんですよ。使われて仕事量が増えたりとか、あと既婚者のフォローをさせるような立ち回りとか、ね、しないといけない立ち回りになっちゃったりとかいうことが多いので、やっぱりなかなかね、うまく使われるんですよ。でも本人はね、気づいてないんですよ、そういうことに。自分は頼られてるんだ、仕事ができるから、だからこういうふうに任されてるんだっていうふうに思うんですが、うまく利用されているということにもう気づかないんですね、そういう方って。で、錯覚してしまって、ますます仕事を頑張る。で、やっぱり仕事って一番だよねと、仕事は私を裏切らない、
ていうふうに、もう仕事楽しいってなるんですよ。でどん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 忙しくなっていくというふうに負のループに気づかない方がとっても多いです。で挙句の果てどうなるかっていうと、その時は自分は頼られてる、信頼されているっていうのを思って頑張っているんだけれども、体調を崩しちゃったりとかね、あと社内の体制が変わったりとか、何かちょっとあるだけであっという間に用済みされます。で後になって自分はただいいように重宝されていただけだということ、失意のどん底に落ちてしまって、初めてそこで気づくということが起きると。だからね、結構ねバリバリの子働いてる段階だと気づかないんですよ。で後になって、あそういうことがあって、あ失敗したって気づく方がとっても多いということになります。次、3つ目は自分の名前で部屋を借りることができなくなるということです。ある程度の年齢になってくると孤独死されてしまうと事故物件になっちゃうんですね。なので高齢者の一人暮らしとかっていうのはやっぱり避けるんですよ。かつこう家賃の滞納リスクとかいろんなことを踏まえて、ね、ある程度の年齢になってくると契約できない部屋がすごく増えてきます。で賃貸の場合はそうすると住みたい部屋に住めなくなるという悲惨さが起きてきます。でこの前行で述べた、ね、前の声で述べた社会的信用の低下と重なって仕事がなくなってしまうと、ここはもう生活保護という道しかなくなってしまうんですよ。ただこの生活保護も簡単に受けられるものではないということがあるので、やっぱり、ね、住まいというところで非常に、ね、高齢者、独身、ね、伴侶がいない、パートナーがいない、子供がいない、誰かが頼れる人がいないとなってしまうと、やっぱりね住む場所もなくなってしまって、住まいがなくなっちゃう、もうどうしようってことが起きるということが実際に起きているという話ですね。では次、4番目です。4番目は老化が早く進む、一人だから地方が早く進むということです。親は他界してしまう、兄弟とか友人は結婚してそれぞれの家庭がある、だから結局話し相手をねこう頑張ってくれるようにこう自分からコミュニティを探すしかないんですよ。もう話し合いと探さないといけない、頑張ってコミュニティを探すってやらないといけない。でせっかくそのコミュニティに行ったとしても、その同じような同年代の方っていうのはどんどんなくなっていったりとかするので、どんどんやっぱり孤独になってくるんですよ。で結局家には誰もいない、話し相手はテレビだけ、どんどん老け込んでいく。で実際にこれが私のことなんですが、私の母なんですが、一人暮らしをしてた時やっぱりどんどん体が悪くなっていて、最終的にはもう歩けなくなっちゃってたんですよ。で最終的にこうもうそれはもうまずいなということで引き取って今同居してるんですけれども、一緒に住むようになったらどんどん元気になってきました。で客観的にねやっぱりそういうような何かおかしいなっていうことに異変に気づくことができるんですよ、一緒にいれば。で病院に連れて行ったりとか、手術を早めに受けさせたりとかということで、まあ、一時期はね私の母は全く歩けなかったんですが、今はね少しだけ歩けるようになってきました。で栄養状態というのもやっぱりこう痩せこけちゃってこう青白くなってたんですが、本人はそんなことなく気づいてなかったんですが、やっぱ客観的に見てるとやっぱりこう顔色が悪い。で一緒に住むようになって栄養状態も良くなって、今はね私の子供と一緒に遊べるようなぐらいまで元気になってきたということなんですよ。やっぱり高齢者の一人暮らしっていうのはどんどんいろんなことでもこう体のこと、あと脳の部分ということがどんどん進んでいってしまって、やっぱりボケちゃったりとか分からなくなっちゃったりとかということで、とてもね辛い老後を早く過ごしやすくなる、それが早く訪れやすくなるということがあります。そして5番目、女性特有です。卵子の寿命。子供が欲しいと思った時にはもう手遅れです。子供を産めなくなってます。で卵子凍結さえしていればいいという方結構すごく本当増えてきてる最近。でも超高齢出産になると、もし卵子凍結したとしてもそれが確実に使える卵かどうかわからないということなんですよ。でもしね、もし万が一でもうまくいって妊娠できたとしますよ。そうした場合、超高齢出産になると今度さまざまな高齢出産がゆえの病気のリスクが上がります。なので出産はもちろんのこと、それだけではなくてその後、出産した後の子育てということも大変になってきます。実際私は超高齢出産45、6で出産したんですよ。でその時にやっぱりこう超高齢出産なんで子宮が若い人と違って硬いんですよ。なので硬くなってしまって止血できなくて大量出血で、1回私はもう産後の川を渡ってます。1回も心肺停止を経験しているということなんですね。なので本当に大変な思いをしていて、出産後もなかなか体が戻らなくてすごい辛い思いをしていました。なのでやっぱりね、超高齢出産でも卵子凍結をしていればいいとかいう話ではないということですね。そしてじゃあ養子縁組という方法があるよねということなんですが、この養子というのも年齢をはじめとしたさまざまな条件があるので、なかなかね高齢になってしまうと難しかったりします。
で子育ての体力っていうのもそもそもない。で子供がこう大学行きたいとかなった時のこの進学の費用だったりっていうところもやっぱり捻出ありますね。自分の老後のお金もあるし、子供の大学っていうのこれ重なると本当悲劇でしかない。そこに自分の病気が重なると仕事もできなくなるので、なのでやっぱりね、あの卵子の寿命というところ非常にねこれ大きいです。そして6番目です。6番目は入退院入院中すべて一人で行わないといけないが、その体力がないということです。20代とかだったらお友達にサポートを頼めたりとかするんですよ。でも年齢が高くなると周囲もどんどんご高齢になっていったりとか亡くなられたりとかしていて、頼れる人頼める人がそもそもいなくなります。で全て自分一人で準備するんですよ。もうタンスの中にあるものを引っ張り出して、で歯ブラシ用意して、いろんなものを充電器も用意してとかってこうやらないといけない。そして準備をするし、退院後も通院は長く続きます。退院したら終わりじゃないんですね。やっぱりリハビリがあったりとかしますので、でそういう長く続く通院でやっぱり遠方の病院だった場合はその病院への通院どうする、その距離を一人でもうよた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 しながらね、まともに退院後の体の不自由な状態でバスと電車を組み合わせながら行かないといけないんですよって、そういう移動できますかということが起きてしまいます。で他にもこれだけじゃないんですよ。他にもたくさんお金とか生活の心配とか老後を一人で寂しく過ごすとかね、こうたった一人なので誰かのために何かをするといったね、そういった何かをしてもモチベーションが上がらなくないとかいうふうにもういろんなことが起きます。なのでぜひね、他にも話しても参考動画で誰も教えてくれない結婚できない女の末路とはということでね、老後の怖すぎる話ということで老後の 4K についても話してますので、よかったらね下の概要欄貼っておくので、そんな参考動画もご覧ください。まとめです。まとめはまず1つ目、既婚者と比較して自分が惨めになる、社会的信用度が下がりやすくなる、で自分の名前で部屋を借りることができなくなる、老化が早く進んで一人だから地方が早く進んでしまう、で卵子の寿命による、孤独で、最後に入退院入院中一人で行わないといけないが、それがなかなかできないということですね。ということで今日は、ね、恐怖の真実ということで独身を貫いた婚活女性の末路、これについてお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。ぜひ、ね、皆さん教えてください。皆さんが考える独身女の、婚活その末路ですね、独身女の末路についてぜひ教えてください。どんな選択も自由です。本当に自由だと思います。ですがリスクを知った上で自己責任のもと選択をして、自分が死ぬときに亡くなるときに、ね、自分の人生を振り返って、私の人生は幸せだったなっていうものをぜひ、ね、今から作り上げていっていただきたいと思います。もう今からでも遅くないですからね。今思い立ったこの瞬間が一番若い時なので、ぜひ、ね、自分にとって後悔のない選択をしていただければと思います。またね、こんなね不幸な末路行きたくないなって方はぜひ、ね、下の概要欄、スマートブライダルは成功率 95% です。うちで婚活した方の 95% の皆さん結婚できてますので、よかったら、ね、下の概要欄からスマートブライダーコンタクトください。また婚活に行くたくさんの情報というのを秘訣を下の公式 LINE 概要欄貼ってます。そこで流してます、ね、登録された方限定流してます。ですのでよかったら、ね、そこの公式 LINE を登録していただくと、なんと、ね、無料で怖いほど当たる心理学的な婚活力チェックということで、他にはない吉野オリジナルの心理学をもとにした婚活力診断でプレゼントしています。なので今の皆さんの婚活力のレベルがどれぐらいなのかっていうのをぜひ、ね、チェックしてみてください。また他に、ね、婚活を成功させるためのここでしか見ることのできない婚活成功率上がる15の LINE の婚活術とか、お見合い成立マッチング率が10倍上がるプロフィールの作り方と特別フォーマット、絶対に断られない生徒の誘い方5選、でそういった、ね、動画をたくさん無料で流してます。で婚活診断を通して1週間にわたってお送りする特別動画を、ね、ご覧になった方のみ、さらに婚活を成功させるための特別動画というのを、ね、シークレット動画をプレゼントしてます。その、ね、特別動画とか他にも公式 LINE 登録している方だけに特典いくつもご用意してますので、よかったら無料でね受け取ってください。でまたどこからでもね、急にねやっぱスマートブライダーの活動って敷居高いなって方いらっしゃると思うんですよ。そういう方はどこからでも参加できる、しかも身元保証された方しか参加できない、実際に結婚された方もいるというね、オンライン婚活パーティー情報を流します。ぜひ、ね、参加してみてください。この初参加の方限定で吉野が特別に個別にね20分の無料の恋愛婚活相談してますので、ぜひ下の概要欄から今のうちチェックしておいてください。でまた、ね、私なんですが会員さんにね常にね自分の背中を見せるようにしたいなと思ってます。ということで2022年は2年以上の不妊治療から4回の流産を経て1人の第1子出産しました。で2023年は4ヶ月後でダイエット20キロ成功しました。で今年2024年はなんとねミセスユニバースのジャパンのファイナリストになりました。
今年ね7月の23日に六本木のリッツカールトンで日本大会があるので、ぜひね投票権もついてるので、ぜひね応援に来ていただければと思います。確かに私エントリー番号42かな、ね、ぜひ応援にいらしてください。そしてこの動画が面白いと思った方はぜひグッドボタン、そうでない方はバッドボタン、それとこんなケースどうですか、あんなケースどうですかということで、何かご質問とか相談があればこちらのコメント欄のいただければと思います。 YouTube とか YouTube ライブ、最近はね毎日 TikTok ライブもやってるんで、そちらでもねお答えしたいなというふうに思ってます。ということで今日はね恐怖の真実ということで、独身を貫いた婚活女性の末路、これについてね実際の体験談から6つお話をさせていただきました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。